どうもこんばんは、平井弘明です。問題文を作れるようになってくださいっていう道具です。何それ、ちょっと勉強みたいな。ああ得意じゃん、そう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 、もうめちゃくちゃ得意なんですよ勉強は。平井弘明のワンナップゴルフ。例えばプロの試合をテレビで見たりとかすると、あ、こういう結果がやっぱベストだよねとか、そういうものは自分が打てなくても思うことってあると思うんですよ。あ、これはここにつけたらチャンスだよとか、そういうのは分かってると思います。まあそれが答えですよね。で、重要なのはなんでそこに置いたのかとか、なんでそこに打ったのかとか、そういうものが自分で分かって答えを出して、実際にそれを結果として出すことっていうのができてくると、もちろんゴルフって上手くなるんです。トール君がリンゴを4つ持ってました。ギフトに2個食べられました。残りはいくつでしょうみたいな、そういうのが自分で作れた方がいいですよ。そう、例えばアプローチでもそう、ライの状況とかピンポジションとか、何番を持ちました、どういう球の高さでどういう球筋で打ちました、で結果はこうなりました。ただ結果っていうのは間違えてもいいですよ。ただなんでそこでそういうことをしようとしたのかっていうのが、結果が出なかったらもしかしたらその式が合ってなかった可能性があるんですよ。そういう、こう可能性が分かってくるんですよ、どこがいけなかったのかなって、うん、でもただその漠然と何番持ってバンってただ打っただけじゃ何が悪いのかが分からないんですよ。だから答えが間違ってたのか、そもそも答えは合ってるのに式が間違ってたのか、そういうものが判断できなきゃいけないんですよ。だからそれはもちろん経験にもよるんですよ。ゴルフはその実際に式を出して答えを出すわけではないので、実際のその芝生だったりボールの状況っていうのを見ながらもちろん判断をするんですけども、まあ、それはコースで何回かこう、何回かというか数多く行ってその失敗をするなり成功を何回も出すなりして、やっぱりこれだなという確信を得て、またそれを実行する、それの繰り返しなので、練習場ばっかりだと何とも言えないんですよね。実際にそれをコースでできるかどうかもわかんないので、だから練習場でやったことを練習場ではいつでもできる状態にしといた方がいいんですよ。でそれをコースに持ってって、実際の思い描いたこうバッドライグッドライ含めてそこで試してみて、成功するのか失敗するのかっていうのを何回も試してください。でそうするとさ、コース行った時にさ、うん、例えば式が間違えてます、うん、例えば持つ番手とか、うん、その状況に合ってない狙いをして、うん、でもその番手と狙いは今やりたいものとは違うけど、うん、完璧に打てたら違う完璧な球が出るじゃん、うん、だからちゃんと打ててんのに、うん、そもそも式が違うから、うん、その式に対して合ってる答えなんだけど、うん、今打ちたい球じゃなかったみたいなこともあるの。そう、それ今ねちょっと言おうとしたのね、うん、例えばその50のグリーンあるじゃん、うんうんうん、50のグリーンに、うん、これピッチングね、うん、これピン筋ってそう、まあ、あからさまにね。あからさまに。余裕の奥 OB じゃん。そうだね。うん、これは。極端に言うとそういうことがあるのかってこと。ある。例えば、あれが、グリーンをちょっとこぼれちゃった。うん、奥、うん。例えば、ピンが50ヤードだとします。うん、って言ったら、60ヤード打っちゃった。うん、したら、10ヤードの誤差がある、うん。50ヤードの距離で10ヤードの誤差って、まあまあ、事件だから。そうだね。うん、そうだね。なんか、それで、例えば、あ、今、50ヤードだからアプローチのあれになっちゃったけど、うん、例えば100ヤードを打とうとして、115ヤード飛んじゃった。うん、で、ピンに何しようとした、うんうんうん、で、もうどう見ても落ちるまでは、もうピンに当たるんじゃないかぐらいピンにすじってる。うんうんうん、で、落ちたら、大オーバー15ヤード。したら、バンテのミスだよねってなる。そうだね。あ、うん、そういう判断をもちろんしなきゃいけない。でもナイスショットなんだよね。ナイスショットなんだ。そうだよね。そう。それは方向もそう。そうか。ピン向こうで、そうか。本当はこう構えるのに、うん、こう構えてナイスショットしたら、そうだよね。そう。でも、フィーリングもいい。うん、芯食ってる。うん、
で、曲がってもないんでしょ？そう、曲がってもない。ドストレートの右なの。だけど本人はこっち向いてるつもりじゃない。ああ。で、そういうこともある。そうだよね。そういうのも含めて全部その式が違っちゃってるかもしれないんだ。だからその式に対して答え合ってるかもしれないけど、そう今打ちたい球じゃないよねってなっちゃう。うん、そうなの。だから、その、いろいろね、コース行って、フルスイング一つじゃダメだし、調整しなきゃいけなくなってくるんだけど、うん、そういうものが自分でもうそれこそ、本当にこの番手でいいのか、うん、例えば、行って帰るホールだったら、うん、風がこっちから吹いてたら、うん、同じ距離のホールだったら、うん、行って帰りでさ、セカンドショットの残りの距離が絶対違うじゃん。うんうん、アゲンストのホール。いや、そうだね。そう。そういうのでも、まあ、同じヤーデージだから、両方セカンドピッチングで打てるかっていうのが違ってくるもんね。そういうのが大きく変わってくるから、ちゃんとそのコース行った時に自分はこういう状況だったらこの番手を打つと、なんかこう 70% ぐらいまで決め事を作っておいた方がいい、でプラス状況を見て風だったりその雨とかねそういうものを見てあのそっから番手を上げ下げして調整をするみたいな。だから、まあ、変な、さっきの方向、右向く左向くもそうだけど、ああいうのも練習しかないし、自分のこの構えた意識でもう相当変わるし。でも一人じゃわかんないですよね、なかなか。あれもあるってことだよね、そのなんていうか、ちょうど自分の番手のさ、間の距離になった時にさ、上の番手を弱く打つのか、下の番手を強く打つのか、みたいなのもあるってことだよね。そっちの突きじゃうまくいかないとか。そう。セオリーとして、ピンが手前だったら、大きいクラブで緩めてください。で、ピンが奥だったら、短いクラブで強く打ってください。これは、基本的なセオリー。絶対じゃないんですよ。うん、おすすめセオリーです。そう。なんかすげえそういういい質問してくるんですよ。さっき。あれいい。そう。それは結構重要かもしれないですね。でもね、ほんとコース行って、フィーリングを大事にしてほしいんですよ。何ヤード何番ってすぐ決めるんじゃなくて、もうちょっと状況を見てもらいたいんですよ。僕より短い番手持つ方もいるぐらい。ドライバーで210、20しか飛ばないのに、アイアン僕より短い番手持つ方とかもいるんで、えってなる。例えば、アゲンストとか吹いて、その風がどれぐらいの強さかどうかそもそもわかんない。吹いてるのはわかる。でも、これが何番って落とされるのかわかんないで、何番って上げたらいいかわかんないっていうのもあると思うんですよ。それは経験ですよね。経験しかないな。だから強く、どれぐらい強く感じてるのかにもよるんですよ。変な話、腕の毛の長さでも風の感じる量とか変わるんですよね。そう、なびき方。そういうのでも全然違うんだね。この動画で言いたいっていうのは、答えが間違っててもいいんで、自分なりの式をちゃんと出してから打つことが大事なんですよ。決まってないで打つと、原因がわからないからっていうことなんですよね。だから、何ヤードで風があるなし、あるんだったらどっちから吹いてるから、ピンポジションがここだから、この番手で打ちましたって、ちゃんと自分でこう決めて、で今のは番手が悪かったのか何かの計算がこう多かったのか少なかったのかっていうのを打ち下ろし打ち上げとかもあるじゃないですか。そういうのをちゃんと後で自分で見直せるようにっていうことなんですよね。そうすると原因が分かってくるんで自分は何が苦手なのか得意なのかっていうのも分かります。なんでそういう、こう、まあ、時間に余裕があったら、まあ、1ホール1ショットでもいいんでやってあげた方がいいですね。コースで。そうだよね。それで打つの遅くなっちゃうと怒られちゃうもんね。そう、怒られちゃう。怒られちゃうから。早く打ってって。そう。早く打ってって言われちゃったら、僕みたいなあの気持ちのこう弱い方なんかは、わかりました。すぐシャチャチャってすぐやっちゃうんですよね。そう。だそれは僕もすごい嫌だってわかるので、打つ以外の行動を早くしていただいて、より自分のワンショットに対しての時間を増やしてあげた方がいいですよね。なんかちょっとそのイメージでコース回ってみてください。はい。で動画の方以上になります。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。